はい、ダブルスのロングサーブが来た時のこうフットワーク、もしくは、そのロングサーブをスマッシュで返球する際の、まあ、動作を教えてくださいという形の質問になりますので、ご説明をさせていただきたいと思います。まずサーブに関してはですね、相手がこのように、まあ、下からしか出してこないというところもありますので、構え方としては本当にこう左足前もう前後にどっちにもこう行けるという状況を作りますよと。その中で、ダブルスのロングサーブというのはシングルスのこういうバーンと大きなサーブよりも距離が短いというところと、やはりですね、高さというものが、まあ、低い傾向にあります。その高くない、まあ、距離が短い相手のサーブのシャトルの高さがあまり高くないという、イコール動く時間がまあ短い、その中でまあステップで動いてしまうということなんで、多分1、2、3っていう通常の下がったところから動くっていうこの足と同じ運動で、まあ、ロングが来たと、こうなって多分打ち切れないっていうケースになってしまってってるんではないかという私のまあ予想なんですけど、そこはですね、ロングサーブの場合はシャトルの到達の方がシングルスと違ってボンと上がったものに対してライン上で落ちるというようなロングサーブを打つ人はほぼいませんので、そうなるとある程度こう上がったものが下がっていいんだいうぐらいの流れになる分ですね、距離としてはきっちりここまで来てボンと動いて打つっていうイメージよりかは、こうシャトルに飛びつく、出されてるシャトルにポンと飛びついて打つという運動の方が多くなるかと思います。ということはですね、シャトルが来たものに対してまず構え、要は左で蹴るという運動になりますんで、その際の左足のスタート、この左足のこう床を蹴るという運動が弱くなってしまいますと、フットワークのスピードというものは遅くなってしまう分、シャトルに対して間に合わないのでスマッシュが打てないと。ではなく、ロングという時点でこの左で体をドンと蹴って動かすと、いや、ここから構えたらドンと動かすっていう距離、力ですね、そちらを速くしていただけると、より強く床を蹴、より強く床を蹴るということは体を後ろに速く動かすというのが素早くなりますんで、ロングサーブでもこう間に合いやすくなりますよと。いいですか。なのでまずフットワークに関しては、いかにして左足の親指の付け根、そちらで床をドンと一回で蹴れるかと、早くいうところを意識するようにしてください。で、実際ですね、シャトルの方をこう打つようにしていきますので、まず一番最初にも言ったようにステップ、出されたものに対してこうステップになってしまうというのは、通常このような形ですね、交差になってしまいますよと。そうなってしまうとスピードがどうしても上がりにくいというところがある分、打ちにくいと、このような形になってしまっているのではないかと思います。ではなく、ロングサーブというシャトルを見た時点で左で床を蹴ると、それによって体をシャトルの飛んだ方向にいかに早く飛ばせるかというところを意識するようにしてください。もう一度いきます。ロングサーブが来たと言った時の反応、それに対して床を素早く蹴ると、それで球のところにこう体を飛びつかせるというところを意識的に行いますよと。こちらをですね、まずは意識をしていただきたいと。で、これをですね、実際横から
見ていただきたいと思います。実際横からですね見ていただいた際に本当ロングといった時点でこの左足をいかに早くポンとこうですね、今みたいな形ですね。要はイメージとしてここの空間を左足で押し出すイメージですね。これを素早く行うことによって瞬時に体を飛ばすという運動は速くなりますんで、こちらをまずはですね意識をすると。で出された後はまあ打った後自分の前と、スマッシュを打った後自分の前を取るという必要がありますんで、必ず打ち終わった後の体重は打った後前に移動ができるようにイメージをしてください。では実際シャトルついているものを見ていただきたいと思います。ロングサーブが来たと、いかに体を後ろに飛ばせるかと、こうですね、このような形です。ですので本当シングルスのようにダブルスの場合はこのような形でシャトルが飛んでくるということはほぼありえませんので、ですので低めに飛んできた球であってもそのシャトルのところに体を飛びつかせると。ですのでいかにスタートの時の足を早く動かすかと、こうですね。で最終的には打った後自分の前をこのように取りに来なければいけませんので、なるべくはですね打った後体重が後ろに逃げない、こうボボッと行ってしまう、要はこういうことですね、バンと行った時にワッとこういう風な形で体重を後ろに逃がしてしまうではなくて、いかにこうロンが来た時に左足で床が蹴れるかというところを意識することが1点と、あとは飛んだ後は体重は前に移動させる必要がありますので、着地の左足は外側にしっかりと着地をすると、それによって左の膝の力で前に出ますよと、こちらをですね、意識するようにしてください。